まといを持つ森岡消防組員消防組は戦前の日本において消防活動を行った非常備の消防機関。現在の消防団にあたる組織である。明治維新後、各地の消防組織は町引けしなどの江戸時代の組織をそのまま継承するなど地域によってばらつきがあった。名称も消防組、火消し組、追加防棒組などまちまちであった。 運営母体も市町村による公設の組織と地域住民の有志による施設の組織が混在していた。1894年2月10日、政府は消防組規則を交付し、全国的統一を図ることになった。従来の市町村条例による既有消防組の設置を廃止、知事の干渉とし、組織運営の全国的な統一基準を定めた。そして、 消防組未設置の市町村についても、全時設置を進めていった。1923年2月27日、消防組規則が改正され、まといが廃止された。1939年、空襲から身を守る防空業務を担っていた防護団を吸収し、消防組は警防団に改編された。木の先村の女性消防組員消防組員は、町引け市以来の伝統や、 職務の性格上、圧倒的に男性が多かったが、女性も消防組員になることができた。福井県入郡木の崎村では、1914年には女性だけの消防組が誕生している。木の崎村は、漁村で、遠洋漁業や出稼ぎなどで、成人男性がほとんど不在だったからである。ありがとうございます。